このコーナーからお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずはスポーツと芸能の話題から。はい プロ野球新生岡田阪神が開幕三連勝とロケットスタートを決めました。うんはい、チームとしては二年ぶりで、ホーム開幕カードでは八年ぶりの三立てとなります。うん、昨シーズンの開幕九連敗の悪夢を一瞬にして振り払いました。しかし、本当にこの三連戦、岡田監督やることなすこと、ズ <laughs> バズバ,ッッバ,ッバ,バイイ、ズバズバ采配。あた、もう気持ちいいなっていうぐらいなんですけども、ちなみに。 岡田さんが監督をなった時の開幕なんですけども、2004年ジャイアンツには開幕三連勝です。2008年横浜開幕三連勝です。オリックスになった2010年の頭開幕三連勝です。すごいですよね。実はね。すいやっぱりだからまああとは本当この勢いがどこまでね。 はい、うん、さあもう一つスポーツの話題大リーグではエンゼルスの大谷翔平選手とアスレチックスの藤浪晋太郎投手が大リーグで初対戦しました。うん 大谷選手の第1打席はファーストゴロ、2> はい、第2打席ではレストフェンス直撃のヒットを放ちました、うん、藤浪投手は2回までは完璧な投球だったんですけれども、3回につかまり、5安打8失点で、初登板、まあ、これあの、本当、1回、2回とか見てると、やっぱ藤浪選手、<う>これ、すごいなと。いいな え格争かというところだったんです。まあまああのでもやっぱり一回二回なのポテンシャルやっぱ持ってらっしゃるということですからね。まあ次の当番もう一回チャンスあると思いますのでねどんなピッチング見せてくれるのか。しかし大谷藤波はワクワクします。そうですよね。はい。同級生。さあ続いては不報お伝えします。音楽家の坂本龍一さんが三月二十八日に亡くなりました。はい。七十一歳でした。海外メディアでも相次いで世界の坂本の死を速報で伝えています。今年の一月に高橋 ゆきろさん亡くなって、ねうん、YMO は細野晴臣さんお一人ということになっちゃったんです、はい、今でも、ちょこちょこ、ねうん、動画とかで見聞きするんですけど、はい、かっこいいですよねでもまあ世界でもやっぱりこう、ねうん、そこで伝えられたということですから、うん、いかに坂本龍一さんという方が世界に影響を与えたのかさあそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位 内閣府の調査によりますと引きこもりの人は15歳から64歳までの年齢層の2%余りにあたる推計146万人に上ることが分かりました。うん 引きこもりとなった主な理由の一つとして、およそ5人に1人が新型コロナウイルスの流行を上げ、うん、コロナ禍での社会環境の変化が背景にあることをうかがわせる結果となりましたまあこれ、はよくあの中学生、高校生とかね、うん、大学生ぐらいの方のイメージってあると思うんですけど、もちろんこれ、大人になってもということですし、やっぱりコロナの与えた影響っていうのはやっぱ大きいなと思いすし、うんこう、本当、これ、国としてどんな対策ができるのかと、はい、いうことですよね。さあ続いて第4位 観光庁の集計によりますと47都道府県すべてが全国旅行支援を4月以降も継続する方針となっています。はい 40の都府県は実施期間を6月30日宿泊分まで設定していてそれ以外の北海道、宮城、山口、高知福井、大分、沖縄は7月も行う方針ということですこの全国旅行支援の影響なんでしょうね、うん、この大阪も本当、この春休みに入って、はい、新大阪とか伊丹空港へ、うん、ごいすごいことになっています。 で滞っていたところですた本当ね、あの人の動きを見てると、うん、逆にコロナの間、この分のお金が観光地に落ちてなかったんだなっていうことも、うん、一方で、すごい実感しますけどもねあ続いて第3位、イギリスの国防省は、ロシア軍がウクライナ東部ドンバス地方で行ってきた大規模攻勢について、うん、失敗がより明白になっているとの分析を発表しました。はい ロシアは停滞する軍事作戦の手こ入れを図りウクライナが西側諸国から主力戦車などの供与を受けて体制を強化する前に東部ドンバス地方の完全制圧を目指していました本当この1年少しの間ですねこのニュースを毎日お伝えしてるんですが、えー、本当その日に日によってね戦局、うん、みたいなところが変わってくるんですけれども<う>本当にもともとあったね 力による現状変更の前の形でどう収まるのかですよね,ね、はい、続いて第2位は政府は先月31日少子化対策のたたき台をまとめましたが岸田内閣の少子化対策に期待すると答えたのは前の月よりも8ポイント上昇し41%だったことが最新の JNN の世論調査で分かりました。うん またそのたたき台の中で最も期待している政策は何か聞いたところ最も多かったのが両親の,就労両親の就労の有無を問わず保育所などを利用できる制度の創設で23でした、うん、これはおそらく今子育て世代の皆さん一番実感おわりだと思いますが、うん、本当、このやっぱりなかなか保育所っていうのは入れないと思ってる方、うんえー、多いですもんねさあ続いて第1位は。 中国を訪問していた林外務大臣は2日、新剛外相と会談し、北京で拘束された日本人男性の早期解放を強く求めました新剛外相は法にの乗っとって処理すると述べるにとどめました。 また林大臣は外交トップの大きな政治局員とも会談したほか、日本の閣僚として初めて李強首相と会面会。うん、ここでも日本人の拘束について抗議し、早期解放を求めたということです。まあ本当に日本と中国の関係はどうあるべきかというのは常にね、うん、言っても本当にお隣のざっくりお隣の国ですからね。うん。まあ特にやっぱり今ねあの日本人男性拘束されている方が一刻も早くね、うん、日本に戻りなれるようにというところを願うところでございます。はい、はい、ではコマーシャルの後高。橋 中井さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十五分回りました。ここからは高橋ヨ一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今週から西村アナウンさん担当いたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。 立憲民主党小西博之議員の処分が発表されました猿のやること発言でございます。 毎日新聞によりますと立憲民主党の泉代表は31日の会見で衆議院憲法審査会の毎週開催これを猿のやること、万足の行為などと発言した小西博行参議院議員について,参議,院憲法やって参議院憲法審議会野党筆頭幹事から更迭すると明らかにしました小西の発言について泉代表はまかりならんと私も考えている党としても謝罪を申し上げたいこういった発言は党の見解とは異なるものだとの 述べました泉氏は小西氏を注意したことも明らかにしていますさあこの中でございますが高橋さんまず今回の一連のこの小西議員の発言はどんな風にご覧になるでしょうか <laughs> まああの この発言の前にずっとあの国会でやってたんですよね、はい、えと参議院の予算委員会で,、えー、でそれがまあ,あの高市さんにずっと言ったんですけど文書がそもそも公文書だっていう、まあ、行政文書だって言ってたんですけどね、はいうん、その行政文書がそもそもがあ中身が怪しいから、はいうん、追及できなかったんですよねそれで結果的にはどうなかったかっていうと、うん、普通はあのまあ,あの高市大臣の罷免っていうかね辞職を要求してたんで一番最後の時少 なくてもあの小西さんの主張が結構良ければね問、うん、石決議って必ず出るんですよ。ほう うん、うあの問責決議すら出せないで、もうはっきり言って小西さんが乾杯でしたよね。<ー>あの議論が議論を見てると、あの、多分ね、細かい議論でわからないかもしれませんけどね。えー、あの、そうやって問責決議が出るか出ないか見てれば簡単にわかるんですよ。<ー>え逆に言うと、あの立民からも問責決議も出せない逆。あの、出せないってことは、他の野党からもこれは賛成でき,成できないって感じたんですよね。ははええー。 それでうんうんとかありますけれども、問責決議が出るとなると、結局はそのやり取りの中に一つ、問題が問題というか、この行政文書がどうだという問題があったということになるということにもなるんですか一応、国会でずっとやってますからね、3月の頭から参議院の予算委員会やってますから、ずっとやっぱり見てるわけでしょ、それ。で、いろんな国会議員も全部一応は見てるわけですよ。見て聞いてるわけですよね、予算委員会にいると。 うん、でそうすると、野党のほうからですとね、これ、結構統一地方選挙のネタになって、自民党を責められる案件ですからね。はいはあ 問責する普通は出ますよ、はあ。ということはやっぱりその議論としてみれば、平行線、あの結局お互いに決めてなかったっていうことなんですよね。あの追求する。方もね全然,全然違う、平行線じゃなくて、全く負けです。全く負け。全く負けだった。さんの負け。乾、え、杯、えはあ、ですね。それは、うん、平行線で問が出ますよ。そうなんですね。だから全然ダメでね。あの要はもう、なんか完全に空振りで、多分ね、立民のね、官報も困っちゃったと思いますよ。はあ、あの彼にずっと予算委員会で、予算委員会って一番。の あのなんか目立つやつですから、そ,ね、それを彼にほとんどあの時間を与えてたわけですからね。野党、うん、とするとそこは攻めきれなかったんですね。モンセ全くできなかったんでね。うんうんうん あのもう話になんですて、いったら一番最後の日なんか、あれですよね、文書不正確だから、うん、行政文書不正確だから、更迭なんかできませんって、はっきり言ってみんな言っちゃ、みんなあの、岸田さんなんかも言ってましたからね、これ、だめなんですよ、あそこまで行っちゃうと、うん、今回、われわれ、この件では行政文書って、本当になんかすごい公的なとか、いろんなものを考えたんですけど、うん、ココ行政文書にもあのいろんな行政文書があるってことココ。だから配布先とかそういうの見てれば、うん、あのすぐわかります。私多分言ったと思いますすけどね要するに身内だけ だけで、うん、あの旧優政の身内だけ総務省の中の旧優政の身内だけで回してたやつなんで、うん、あれはもうだめですね、うん、ねあの普通はあの大臣とか、はあ、あの事務次官って旧知事の人にも回さなきゃいけない文章をそのままだったんだね。うんうんね 今回それにさらにこの今回小西さんのサの猿やること終わったのにね終わったのにおとなしくてればいいんだけどやっぱり小西さんとしては腹が立ってしょうがないんでしょうね。こういう形になっちゃったんですよね。そう多分ね。まあ今回この本来オフレコのものが切り取られてその前後を見てもらえればまあわかるというようなね小西さんはダメですよあれはオフレコだってみんながテープレコーダー出して IC レコーダー出してたんですから。そんなこと言ったらあれですよ秘書官の。 なんだっけな、岸田さんの一週間のなんか、ありましたね、性的な話ね、LGBT の話がね、ああいうのも出るでしょ、だからあれはだめですね、今回、どうでしょう、やっぱり今回、こういった形で、憲法審査会の人幹事からもね、更迭されるというか、小西さんにとってというか、泉さんにとってみれば、もうこれはやむなしというところなんでしょうかね、いくらなんでもそうでしょう、それで、黙ってればよかったものをね、もうどん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 暴走しちゃって、 多分ことを聞かない状態ですね、うん、今は、はい、もうあのこれはね本当ににそれであれでしょうもう法的措置を取る取るっ連発するから今まで小西さんの方についてたリベラル系のマスコミですらね、はい、みんなもう反対に回っちゃいましたよね。うん あのどうでしょうでもう一つあの今回えっ、ー、と国会の中で予算通りましてですね114兆円余りとなる新年度予算の中でえまあその経済的にどれぐらい回ってくるのかということなんですけれどもさあどうでしょうか <laughs> 今回もうちょっとさらにねあの景気対策とか欲しかったというそう,う,ういうのはが議論できなかったのが小西文書の最大の問題ですよね<ー>だって予算委員会なんですからそういうの議論すればいい,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 いじゃないですか <laughs>、うん、全然なくな だってもう野党のね立,立憲民主が一番やっぱり予算あのなんか質問時間多いわけでうん、うん、それでまともな議論なんかないわけですから、はい、岸田さんとしてはもう楽で楽でしょうがないでしょうね。 それでおまけに、だから楽で、小西さんがこんな形でも自爆してって、国会の中で自爆しててね、だからもう岸田さんの方うはキーウに行ってね、ホームランでしょ、だからエラー、エラー、エラーでホームランって、そんな感じの感じですよね。だから支持率はこれで岸田さん上がっちゃったし、もう楽でしょうがない予算委員会だったんじゃないですか。普通は予算委員会って結構も 出席するるから攻めららめめれれなきゃいけ攻められるんですよね、はいうんうん、でもっと、ね、例えば補正予算のところというか景気対策のところなんていうのはもっと本当は議論時間かけてもよかったのに。私は言ってもしょうがないですけどねこのあえて、ね、2>, <laughs> 2兆円ちょっとの予備費使ってお茶を濁しちゃったんだけど、はい、まあ本当ですとこれ今いい感じで賃上げなんかも、ね、あの進んでるりなんで。はい、あの ちょっとね、GDP ギャップっていう、ねはい、総需要と総供給,給の差をざっくり計算すると、大体 20, 20兆円ぐらいあるんでね、はいうん、これ、2兆円から一桁増やして20兆円ぐらいの対策すると、もう好循環に入るのは、もう見えてる感じでしまそこ、うん、でそこでその2かやればいいですよ。いやいや、誰も責めないから、誰もあれでしょう、そんな議論にすらならなかったわけでしょ。すすごい足られですけど 高橋さんそこでもしその予算が出ていればもうさらに景気世の中が変わってた可能性があるということですよね。 あのえー、っと賃上げするのがすごく楽になるし、うん、それとあと価格転嫁はすごく楽になるから、もうどん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 好循環になってと思いますけどね、うん、今それやればやれば、うん、やったらればですけどね、うん、あのやればよかったなと思うくらいにいいチャンスを逃した感じはしますけどね結局、限られたその予算委員会の審議の中で、何をこう議論するのかっていうのは、うん、今回、それは本当にわれわれも考えさせられた、突きつけられたということですよね、<laughs> これね。 本当ですよね、で結果的には、うん、高橋さんの方はもう全く大丈夫だし、うん、それでなんか圧力、圧力っていうけど、民放の方だって、あれでしょ、社長、はい、の方が、現場はそんなんで、全く萎縮してませんから、心配なくて、会見してましたよね、うんまあ、だからもう、それで今回は逆に小西さんのほあが威嚇してね、圧力をかけたって、記事取り消せるなんていうのは、そんなのまであの記者会見の時に最後出てきちゃったんですよむしろそっちの方がっていうところありますよね、うん、あのこっちで。 はい、そうひどい話ですね。わかりまし <laughs>、えー、はい、では六時三十四分でございます。続いてこちらでございます。さあ、イギリスが TPP 加盟へ発足国以外では加盟は初めてになります。日経新聞によりますと、環太平洋経済連携協定 TPP に参加する十一カ国、イギリスの加盟を認めました。 発足時の11カ国以外で加盟を認めるのはこれ初めてということですね日本やオーストラリアシンガポールなどインド太平洋地域が中心でした TPP ヨーロッパを含めた経済圏にこれで発展するということになります TPP2016 年2月アメリカを含めた12カ国で署名しましたがアメリカのトランプ前政権が2017年に離脱を表明しました 2018年には11カ国が参加する自由貿易協定 FTA となっています、まあ、このイギリスが加盟することについて協定の細部などを詰めまして閣僚級が参加する委員会2023年7月に開いて協定への署名を目指すということなんですがさあ,あ高橋さん今回のイギリスの加盟ということなんですけれどもどういうふうにご覧になってますでしょうか、はい、ああこれはいい話ですね、はい、あのアメリカが抜けちゃって、はい まあ日本が結構頑張って TPP11 という形でやってきたんですけどね、うんはい、これにあのイギリスがああ EU から離脱しましたからね、ししはい、えだからちょうどいい感じであのこの TPP に入ってきてくれたんで、非常に TPP の強化にもなるし。あと、はい この TPP の内容自体が、うん、あこれはあの民主主義国の集まりっていうのが、はい、まあ内内容からそういう内容なんで、うん、その意味ではすごくあれですね、あの中国に対する包囲網ができてる感じがしますね。うん、あのこれ中国も参加を一応したいというふうには、えむ、うん、無,無,無理です。で<は>無理。<laughs> はい。<laughs> できないです。内容内容としてできないです。あのえー、っとやっぱり中国って共産主義なんでね。はい。きょあの貿易だけまああのうん。 マスコミではね、こういう協定の貿易しか実は報道しないから、貿易とかはできると思いますけどね、はい、貿易だけじゃなくて、ええ、その裏側の資本取引っていうのがみんな TPP に入ってるんですよ。はい、資本取引の自由っていうのはあの、共産主義ではできないですから、<ー>あのな,なぜかというと、はいあの、要するに共産主義っていうのは、生産手段の国有化っていうのが大原則なんですよね、はい、生産手段って何かっていうと、土地とか企業なんですけ土地とか企業の投資ってできないですよ、中国は。 ちは全部国有ですしね、企業だって、あの半分までしかお金しか受け入れなくて。企業の支配権っていうのは持たせないですよ。ですから、そういうの全部自由にするのが。まあ、tpp の、あの、本来の姿なんで、だから、中中国入れないですよね。これ土台、無理筋なのは中国も分かってるので分かってるのは分かって。無理すぎですけどね、脅してなんとかなると思ってるんですよ。 これ例えば中国は加盟してこれこのじゃ台湾も加盟参加を申請しているということなんですけれどもこの辺りの判断ってのはどういうふうになっていくんですかね TP P、TPP のこれ、一か国でも反対したらだめなんでね、はい、で日本だけですと、ね、日本の今,今までの TPP ですとねアメリカいないから日本が脅されて危ないんですよ。うん、脅されると実は、ね、入,れ入れちゃうかもしれないでしょ。はあ、それで,でも先にあのイギリスが入っていたイギリスはあの香港で匂いを飲まされてるん、ねはいるので中国の反応は絶対反対しますね。 ということこれ、いろんな意味で TPP というか、日本にとってもということなんですね、えー。 ここイギリスが加盟するとということはう、ね、今の加盟国ですと、軍事的に中国のに対抗できる国はないんですけどね、うん、要はあの核兵器代も持ってませんって、今、<ー>持ってないって意味でね、はい、でもあれですねあの、このイギリスが入ると、空母も持ってるし、強烈ですからね、うん、あの完全に中国にあの対抗できますから、<う>だから中国が入って、それで TPP っていうのは、一個国でも反対したらあと入れませんから。はい 中国も絶対あれです、うん、これあの今イギリスがかなり物価だかインフレで相当厳しいみたいですよね。ああそうですね。うん、まあでもでも。 なんかイン,インフレになるって言うとみんな厳しいって言うんですけど、うん、逆にでもインフレになってるってことは、インフレになってるとい雇用確保されているもので雇用の確保の話もしないと、ちょっとあの、うん、経済の説明としてアンフェアになりますけどね、常にインフレになってる失業率はちょっと低だから雇用確保されてるってことはね、そんな悪い話じゃないんですよ、うんあの。インフレにならないで雇用が確保されない方が悪いですよ。はいど つまり高橋さん、常におっしゃっている、常に雇用というか、あの失業率とのどういうふうな見方をするのかっていうところってことですよね。もちろんそうです、ね、うん、だから、インフレが大変だ、大変だっていうんですけど、一応、みんな食はあるんですけど、うん、それと大した話じゃないですよ。要は、インフレにならないで、デフレ見たくなってて、職がない方あのなんか昨日か一昨日そのなんか映像で見てたら、スーパーから本当にこう、ものがなくなってて、皆さん食費おそこがだから、ね、え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 、だからえ、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 うえ、え、するんです けどそれだったらホームレスがたくさんいることも報道した方がいいですよ。路上にホームレスがいいいるかかなの話ですすけど今いいいなと思まそことどういうふうに見ていくかということなんですね。だからいつもあの経済は何でもそうなんですけれどいつも2つの話ってのいっぺんに報道しないとなんんか間違うですよまあどうしてもその物がないとか困ってるみたいなところばっかりがこう。でも失業になるとほっともっと困りますよ。ね。 失業になななると困り方なんてもう尋常じゃないですからね、うん、だからそれでいうとやっぱりアメリカって物が高いとかうんどん言いながらもやっぱりずっと雇用が安定してるっていうところがそこはだから、うん、あのそれで雇用も良くなれば一番いいに決まってますけどね,で,ね、うん、でもねあの失業があるのとデフレっていうのと,、うん、うと失業がなくてインフレがどっちがいいかっつったら、うん、失業がなくてインフレの方がいいですよね。 イギリスが TPP に加盟することによって、例えばわれわれの生活レベルで何かこう変わってくるとかってことってのは、生活レベルって、イギリスが今まで買ってるものがっていうレベルですから、それはすあんまり大きくはないと思う、イギリスもそれほど GDP 大きくないですから、何が変わるかって話したら、長期的にしか変わらないですから、経済はね。うんうんうん だから <laughs> あのそれほどは大きくないと思うけれど、うん、例えばだからイギリスの間のあのえー 取引っていうので、えー、と投資っていうのがイギリスには結構多くでき今までできたんですけど EU からのぞかれちゃったからみんな引いてきたんですけどねそういうのはまたできるかもしれないですね<ー>日本企業がね、えー、でも投資に関係投資に関係するっていうのは一部の産業だけですから、うんえー、み,みんなっていうのはなかなかすぐは目に見えてこないかもしれませんね今回その高橋さんのお話伺ってるとあの対中国の TPP 加盟の申請に向けてっていうところのまた大きな人 それを排除するという意味でのプラスになってきたというところも大きいということなんでしょうかね。<あ>ということなんですね。 はいまあ、あとイギリス製品をよりあの買えるようになるだからここもまた、うん、あのも物のサービス取引だけするに着目するとあんま大きくないんですよはっきりお金の取引とかほかのほうが大きいんですけどねちょその政治的なというかその辺りのメッセージのほうが非常に強いかもしれないと今後はね,今ねそうですねはい時刻6時42分でございます続いてこちらです さあ元国土交通省の事務次官民間人事に介入 OB の社長昇格を求めるというお話でございます、えー、時事ニュースによりますと国土交通省の元事務次官で現在東京メトロ会長を務める本田勝氏が 空港インフラの維持管理などを行う民間企業空港施設に対してえ国交省 OB の副社長を社長に昇格させるよう求めていたことが分かりました空港施設によりますと本田氏は OB が社長になれば国交省としてサポートすると話したということなんですけれどもさあ,あこのニュースも出ておりますけれどもさあ,あ高田さん今回のお話どんな風にご覧になってますでしょうか この話はわかりやすいでしょ。わかりやすい。はい。うん、<laughs> なんであの事務次官辞めた人が、はい、他の会社の、うん、あと社中人事やるの、ね、っていう話ですよね。えー、あの 簡単にちょっと概要説明しますとえ本田氏が昨年の12月にこの6月に予定されて役員人事で国交省 OB の山口副社長を社長に昇格させるよう求めた、うん、でも一方、空港施設が断ったということなんですけれども、うん、でこの高橋さん空港施設の社長というのは長年国交省の OB が、ね、勤めていらっしゃったということで2021年、JAL 出身の現在の社長が民間出身者として初めて就任したということで。<う>はい でも、はい、空港施設ってのはね、1970年に出来てる会社ですからね、はい、あのねもうなんか5台か6台ずーっと続けて、はいあのあ、あのあれでしたね、国交省,でした、ね、国交省のほ、はい、うが、ん、もっとだったから、もうとにかくずーっとですね、なぜそんなになっちゃうかっていうと、空港施設っていうのは、はい、これね、あのー 空港のいろんな施設を、あの結構一手に引き受けて、はい、あのマネジメントしてる会社なんです。けど、うん、だから、うんな、なかなかあれなんですよね。あの空港行くんだけど、裏側に隠れてわかんないんですけれど。はい、でも、あの空港ってもともと、あれですよね、国の土地なんですよね。だから、国の土地を貸してたりしてるんで。そうすると、まあ、あの最終的には国交省の、うん、えっと、空港法ってのがあってね。はい 空港法に基づく指定業者っていうのしかこの空港施設はできないんですよ。なるほど、はいはい。だからそういう,ふうに空港とあの国交省すごくかねかねんでるのは間違いないんですよね。ということはここに、うん、あの民間 JAL 出身の今の社長が来られたっていうのはかなり画期的なことだったんですね。これはものすごい画期的で、うん、実はこれね菅政権の時の話なんですよ。だからものすごい画期的なことを実はやってて、その揺り戻しがあるんですけどね。はい、でもその菅政権の時に 実は同じよううな話がもう一個あってねこれは何かっていうと、ここはちょっとね見、え見えやすい話だから、ニュースにもちょっとなったんですけど、東京メトロっていう会社があって、東京メトロっていうと、大阪でも大阪メトロってありますよね。東京メトロっていうのも、東京の方に近づい会社があって、ここをあの上場させるっていう。 のを、実は菅政権の時にじ、ちょうどほとんど同じ時に決めてるんです。はあ、はいはい。だからこの東京メトロってこの、この、今回文句、あの、なんかよくやりした人が代表とでしょ、<laughs> 会,長て会長になってる人ね。で,ねはい、で、この、まあ大体ね、あの、上場させると甘くなりできなくなるんですよね。だからこの人は多分、東京メトロの上場方針反対なんですよ。えー。 それで、自分のためですよ、これでね、あの先ほどの空港施設がちょっと前に上場させてるから、はい、それで民間の人があの、えー、と社長になってるって、今回、うん、えとよくやりを拒否するのもうちは上場会社ですから、そ,ね、そんなことできませんって、はい、そういう拒否の仕方があるわけ、はい、それに結構、ね、恐怖感を覚えたこの人が動いたって可能性、ない高いですよねああのこの国家公民法の中でね、あの現役の職員が利害関係者の企業に地位に要求を行うこと を禁じてるんですけど ob がこれ対象外ということなんですねまあね、うん、あのその法律作ったの私なんですけどその時いろいろと天下りはけしかなけしかなんて言われて天下りの問題なんてもう50年以上、うん、もう60年かなずっとけしかなんて言われて誰も法律作れなかったんですよね、はい、で、そこででも一生懸命頑張って法律作ろうと思ったんだけど、はい、どうしても役所 の役人が斡旋したときしか法律では規制できないんですよね。それでこの人は残念ながらあのあれですよねあの O.B. だから規制対象外なんですよこの人がいくら強くかけてもだからでもこれからはねでもこういうふうな動きって実実はね役所のと大体いつもリンクしてるんでリンクって連携してやるんですよ O.B. が一人で動いたところででこの O.B. の人は国交省がいるでしょ面倒見るからとか そんなこと言ってるでしょ、はい、そんなことみんなこと簡単に言えるわけなくてね、はい、だから現役の人も関与してるはずなんでね<ー>それはだからこれからねその現役の人がどのくらい関与したかっていうのをあ,あの調べなきゃいけないんですけどねだからこん、こういうの本当国会でやればよかったんですけどす、はい、あの小西さんみたいなあの人がいるからこんなんできなかったんだよこれあの高橋さんおっしゃっていただいたその天下りの規制をする法律の難しいとどこが難しかった たんですかそれは難しいですよあのあのまずそのみんな役所が反対するっていうのが一番大変だしね、まあまあ、それとあと誰を規制するかって天下りっていうのであの再就職 っていう風に捉えるとね、うん、えっと、例えば、役人がどっかに、あの、早く辞めて最終復するの規制するっていうのは、これは憲法上の職業選択を自由に反するから、かかまずできないんですよ。はい、そうすると、どこに着目するかっていうと、役所の人事課がいろんな企業にこの人いるするって斡旋するって、うん、そこの行為にしか着目できないんですよね。そうすると、OB の人がそれを役所と連携してやると、うん、なかなかわかんないんですよ。うん、まあ、でもね、うん、そういう事例も結構、あの、 あの役所と必ず連携しないとだめなんで、はいあのね、前の文科次官の前川さんと一致していただ、はい、あの人が実はこれ公務員法違反をしてて天下り法違反になってるんですけどね。はい それは実は役所とすごく連携しているというのはすごくあの証拠が明らかに出ちゃったからなんですよ。あれこれ特に何てうんですかこう上がっていくにするも役所の皆さんもねポストがだんだんこう少なくなってくるしどうしてもそこのところで次の就職先っていうのはこう民間とすべて例えるのもどうかと思いますが出てきますよねどこかで。 民間も、一緒ですよだから民間も例えばね、御社のこと言っちゃうとあれだけど、要するに、御社じゃない、放送業界のことあるんだけど、新聞社の方から来るでしょ、そのいうときに、やめた人が自分で来てるわけじゃなくて、親会社の方からこんなのどうですかっていう話が来てるんですよ。うちのところはもう今、処本が独立してますんで、あれですかね。ほ他のねあのところで、他のメディアのところで、結構これはクロスオーディングって言って、新聞社が親会社のとろ多いでしょ。 そうこのところは親会社の方の人事の人が、その子会社の方の人に、うち、今度、次の社長はこれでどうですかっていうふうに、私がやってるんですよ。というケースもありますもんね、ありますよ。だからそれと一緒でね、だからもうみんな人事の一環でやってるから、親会社の方の人事政策としてやってるんでね、親会社のもうが、今回で言えば国交省ね、これが全く無関与っていうのは、なかなか考えにくいですよね。例えばそのの現役職員が関与していいいたうううはどところから するんですか、ね。これはねメールとかそういうの見ちゃうたくさん。はあ<ー>。え、そういうの今わかるんです結構。こ,こ,これで国交省なんか時々やってるから、うん、あのそういうふうな、まあ、この、ね、最終職監視委員会っていうのがあってね。国の、うん、それはあの国家公務員法のこの名目大規制の時に一緒に作った、はい、あの組織があるんですよ。はい。うん そこはここれれから調べると思いますよ、うん、これどうですよやっぱりあのこういった話っていうのはやっぱりこうまだ、えー、ち,ょちょこちょこ,こうやっぱ表立って,てありますよそれ、うん、はもう何代何代も言ってるのはたくさんあるからあのなんか怪しいのはたくさんあるんですよだから本当はマスコミもねこういうところをね取り上げてもらうといいだろうと私なんか思ってて、うん、これで実はこれがすぐ代々甘くなってるのが分かるとかいうのは、ね、資料としてこういうようになってるんですよ。退職者一覧っっててのあって毎年、うん 毎年出してるんですけどね、それ見ると結構簡単に、ってかるんですよね今回のこれも報道のほうもね、これ、ある種、いろんな話があって、それでこの人、民間だからね、これでこの天下り言われたんで、やで、受上会社だから、さすがにひどいなっていうんで、自分で記者会見したんでね、ちょっと続くと、こういうのは出てくると思いますよインタビューに一方で、本田さんの方もあったんですかというと、ノーとは言わないけども、イエスともこの場ではコメントを差し控えるみたいなね、非常に。 この本田さんって、でも、だ,だからもう自分は認めてるんですけどね、でも、だから現役職員は関与否定したっていうこと、そこがポイントなんでね、これからはだから現役職員がど,んどうやって連携取ってたかま、まさかね、のこの人が本田さん っていうね、うん、会長が独断でやるっていうのは、なかなか考えにくい話なんですよね。ね、そのあたり現役がどれぐらいから引用していたのかということなんですが。では、お知らせ挟んで、さらにお話伺ってまいります。上泉雄一の、ええー、なあ。M. B. S. ラジオがお送りしています。 時刻6時58分になりますでは続いてこちらですトランプ前大統領起訴4日にも出頭の可能性です時事通信によりますとアメリカのトランプ前大統領は2日の声明でニューヨーク州の大陪審に起訴されたことを受けて南部フロリダ州の邸宅 r マール・アラーゴで日本時間の5日午前に演説を行うと発表いたしました起訴は民主党による魔女狩りだと反発していまして自らの主張を地元の支持者に直接訴えて離反を食い止める狙いとみられています アメリカの大統領経験者が起訴されるのは史上初めてということでトランプ大統領あ前大統領2024年11月5日はもはや単なる選挙の日ではない正当性を立証する日になると強調し次期大統領選で返り咲きを目指す意向改めてしましたということなんですがさあこちらも大きな動きになりましたが高橋、えー、さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか。このニュースはいい <laughs> いやいやななかなかアメリカらしいってそう っていうかね、はい、あの、そういう社会ですからね。うん、こういうので、なんかいろんな話を決着しつけていこうということなかもしれませんけどね。<laughs> でも、やっぱり、これ、憲政、アメリカ大統領ね、アメリカ史上初めてということですもんね。あだ,だって、そもそも、あれでしょもう、もう一回やろうとかいうのも、そんなないですから、ね。もう、今、まあ、あの、帰り咲こう、うん、ということも、そうですもんね。うんえー、さあ、まあ、この罪状も、まだ、あの、明らかにはなってないんですが。え、はい、二千十六年の大統領選挙直前に、不倫関係にあったと主張する女性。 におよそ1700万円の口止め料を払ったということだそうでございますけれどもさあ今回のですね起訴を受けてアメリカの今度大統領選どうなっていくのか <laughs> 高橋さんに、えー、時報などをお伺いします。<laughs> はいでまあ、これ よく,よく見るとその今回の口止め料というものなんですけど当時のトランプさんの顧問弁護士が支払いの肩代わりしたということなんですけどもこれが選挙活動中の違法な寄付にあたる。 <laughs> と見なされて、えー、選挙資金法などで金庫3年の実行判決マイケル・コーエン氏が受けているということでただ現職大統領は訴追しないという内規があったんだけども今回は、えー、起訴に行ったということなんですけれども <laughs> <laughs> まあだから田中さんこれ本当どう見ればいいですかこの一連の流れをは、まあい政治家の話ですからねあのこの政治的な影響力のとこだけ見てはいいんじゃないですか<ー>これをどう思うかってことでしょうね。 国内ではもちろんアメリカの中ではかなりやっぱまだあるわけですよね。ありますよね。だからあんまりそれには関係ないと思いますけどね。うん、でもおそらくメディアの方はねこれでね、うん、あねネガティブキャンペーンみたいなのをやるんじゃないですかね。んこれなんかトランプ大統領 前大統領を支持する方ってこういうことがあればあるほどうん、うん、さらにこうなんか活気づくみたいなところがあるんじゃないかない<や>とまあただそれはいろいろですねコアの人っていうのはそれ全然活気づくんですけどねコアじゃないい人だって言いますよね大体あの何でもそうですけど選挙って5割取んなきゃいけないでしょ、はい、で、うん、5割取んなきゃいけない時に、うん、あのね多分ね あのコアの人って2割ぐらいしかいないんですよ。残りの3割ってのはね、はいはい、まあその時その時どっちかどっちにするかってよくわかんないんですよね。アメリカの検察のトップってのは選挙で高橋さん選ばれるんですね。うん、そうですね。はい。<laughs> まああのそれはだからちょっとちょっと制度は違うから何とも言い難いですけどね。うん、はい。え日本とはね。うん、でもあの。 さっきのコアがどう離れるかどうかっていう話をすると実はその恩恵的な人は離れますよ。恩恵的な人は不安だからね。日本は何でもそうですけどね2割と2割っていうのはものすごいコアとコアものすごい反コアってあるんですよ。で中に前ん中の6割ぐらいっていうのが要するに恩恵的っていうんでその時その時に動くんですよ。そうそうそこによって動きによって結構決まるんでねそういう意味では打撃はあると思いますよ。つまりどっっちにこうかて た人が必ずそうですもんねどんな方でもめっちゃくちゃファンだっていう人とうそうでない人が<う>、えー、一定数二割いて真ん中の六割がどっちに尽くかどっちかっていう話になるんでねちょ、うん、っと影響あるんでしょうからこれはだからまず共和党の中まあ,あの大統領選挙まだなんでね、はい、あのとりあえず共和党の中で誰が候補になるかっていうそういう話にはちょっと影響が出るんじゃないですか、うん、はでもあの本当にこのアメリカ っていうのは、トランプさんっていうのは、その一定数のお好きな方のイメージが、なんか強いですよね。あの、それは報道がそういうふうにするからですよ。先生、二割、二割ぐらいしかないんですよ、正直は。あ<ー>まあ、トランプ、面白いかもしれない、三割ぐらいかもしれませんけどね。えー、でもね、あの、トランプに投票する人の全部が、すごい怖ってる、それはないですよ。ああ、なるほど。まあ、でも、なんか、そのあたりが、二千二十四年、まあ、そうですね、おっしゃるように、まずは。 共和党の中で指名されれなないいことには出らわけそうそう、だからそのにあに、今はの多分デサンティスっていう人、がいてねこの人がこの人はフロィア州知事ですけどね、これで44歳ですからね、トランプとはものすごく対照的ですよね、若くてっていう感じで。でも、若いトランプとも言われてますからね、どっちでも似たような感じかもしれないし、そうするとデサンティスの方がちょっと有利になるっていう感じ はしますよね。ねだって、うんどど、二人ともトランプ。 トランプと同じだって言われてまあ、一人は真っ先トランプですけどねはい。このディサンチスも若いトランプと言われてるんですか若いトランプそうかしこいトランプとか若そうそうかしこいって若くて <laughs>、うん、こういうふうなスキャンダルがない方がいいっていうに思っちゃうでしょうねえ。あのどうなんですか例えばトランプさんが大統領になってから民主党と共和党とかよりこうなんかこうはっきりしたかなみたいなイメージってあるんですけどももともとやっぱりアメリカ国内ってそれぐらいはっきり分かれてるのかいやトランプさんの時が非常にこう 強く見えすぎたのかっていうのは、ど、どうなんですか、高橋さん、そのあたり。まあ、それは、あれですよ、トランプの話をね、うん、すごくね、うん、あの、ネガティブに。言えば、そういう見えるけれど、はい、でも、案外あれですよね、いろんな政策見てると、それほど。あれですよ、局、う、まあ、右じゃないですよ、あの人は。ああ、そうですか。<ー>だって、あれじゃないですか、雇用が重要だって言ってるじゃないですか。はい、はい、そう、はい、雇用が重要なんて、民主党が言う政策ですよ。 あ本来そうあそうですよねうそうですよ、はい、それで、うん、案外あのトランプはビジネス家だったから、はい、あの外交は強硬姿勢じゃないですよ。ええ うんあの何だろ北朝鮮にも電撃で訪問してとかいろいろありましたもんね<の>訪問が先でしょ、うん、あの要は軍事よりかはあのそういうまず話すっていう方が先なんですよね<ー>だからトランプの時には多分戦争はないだろうってみんな思ってましたよははだからどちらかというとあのバイデンの方がまあちょっとあのあれですよねあの,、まあ、しの先が失っちゃってあのウクライナもそうだしあとアフガンもそうですし、はい、結構みみミスってるんですけど軍事行動 ミスってますよね、はい、だからそういうふうに見るとそれほどトランプだってすごく右の政策でではないですよあただあのあの特にやっぱり大統領議会の,あの議会にねこうバッとみんなで前へ進もうみたいなことでああいう大きな混乱が起きるとああえなんかそこに対してうんと思っちゃったりするケースもね きねあ,ね、あの,しあの結構、政治のねあ,のあまりも経験がない方ですからね、<ー>いろんな発言があって、結局でも、この方を軸に、えー、となる、ならない、結局はトランプさんというのが一つのやっぱり、なんか2024年のテーマになるわけですかね、年の後半かからにかけてデ・サンチスもね、うん、賢いトランプですから、トランプかもしれませんね。<laughs> <laughs> なるほど